北目町2。左に JR 東日本仙台支社。北目町通りは仙台市都心部を東西に走る道路である。江戸時代の仙台城下町では、欧州街道の一部を構成する北目町を西端とし、東端を東九番町とする道及びその道に面する町名として使用された。現代の仙台市道路愛称名事業では、江戸時代の北目町通りのうち、 JR 東北本線の北目町ガードより西側に、当たる区間に短縮されて指定されている。すなわち、仙台市青葉区の仙台市道青葉線1 6 4号、北目町通線のことであり、北目町交差点を、西端、中央4丁目交差点を東端とする。江戸時代の北目町通りのうち、北目町ガードより、東側の部分は、仙台市道若林1号、 中央一丁目西宮城の線と命名され、東九番町より東へ延長された。三車線の狭い道路だが、道路の上空を遮るほど、たくさんの街路樹が植えられている。定前寺通りや青葉通の街路樹は、ケヤギ、アタゴカミスギ通りは一丁なのに対して、遠通りはユリの木である。沿道には、河北新報本社、JR 東日本仙台支社、 住友生命仙台中央ビルなど、重要な機関のビルが立ち並んでいる。北目町に通じる道という意味で、北目町通の名がついた。北目町は東二番町と並走する現在の五橋通の一部であり、北目町通と直行する。仙台市都心部の同様の命名法の道に、南町と直行する、南町通りなどがある。なお、江戸時代には、 北目町を北町と呼んだ。ありがとうございます。